実力なわけね。で、一回降りて。はい。じゃあちょっと、りさちゃん一回お手本見して。おお。かしこまりです。はい、山木さん。あら、素敵なカヤの自転車だわ。だわ。やばい。絶対乗る格好じゃない。あれあれあれちょっと地味に怖いな、これ。そう。おお。お二人とも下手？いやいやいや乗れるはず。え乗れます？えちょっとえすごっ。初めて。これはレア、これはレアレアレア、めっちゃ。おお、びっくりした。あれ一回ストップ。これはね、自転車が悪い。これは初心者用の自転車じゃないもん。まあでも、まあ自転車には変わりないから。そうですね、乗れる人はちゃんと乗れますから。ちょっとジャヤナミン、特別にお姉さんがね、今日5人もいるわけだから。はい、おい、じゃあやってみよう。はい、頑張って頑張ろう。これに乗れたら何でも乗れるよ。うん、乗れる。ああ、なるほど。ああ、なるほど。3歩目がいけないんだね。1歩行って次がいけないんだ。じゃあ、はい、お、これね、リズムが大事なんですよ。はい、リズム、そう、1212のこのリズムが大事 で、はい、ただ1212じゃちょっとなんかやりがいがないから、なんかいい掛け声ないかな。いい掛け声、うんぱ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 、いいじゃん。やってみます。やなみにね、やる気が、ゆっくりで大丈夫だよ。もうこう踏んだと思ったら次も踏むの。はい、即踏む、即踏む、せーの、うんぱ。ここを押したら止まるから、はい、あ、ちょっと待って、と思ったらキュッ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 、両手もちろん両方取りください。あれね、どっちに向けたらどっちに移動するか分かる？それこっちに向けたらこっちに。だからまっすぐ行ってみよう。そう、だからこれが曲がっちゃう、こうやって曲がっちゃうとこっち行っちゃうし、はい、こっち行っちゃうとあっち行っちゃうから、ずっとこの固定で、はい、ウーパールーパーね、はい、ウーパール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 ーパー、はい、はい、せーの、ウーパー。え、待って待って、やだよ。ヤナミ、まっすぐ進めない説あります。今右に行こうとし、右に行っちゃうと思ったら、こっちを左に向けたら、うんうん、軌道修正するから、はい、やりますね。なるほど、反対。そうそうそう、せーの、うー、踏めー。でもいいよ、さっきのスーパーしていく。バランス取れてるんだね。そう、バランス取れてるから。じゃあちょっとさ、このカゴの前持ってあげてよ。これ、これを固定するの。これ、はい、あ、はい、こう、そう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 、はい、そうそう、で一緒に下がるんだよ。せーの、うーぱー。確かに難しそう。支え方が難しいかもしれないです。後ろ、あ、そうか、確かによくよくあるよね。別にハンドルいいんじゃない、思っちゃって。まいちゃん流でよろしく。じゃ、一回いいですか。せーの、うーぱー。あれ、いいじゃん、いいじゃん、まいちゃんすごい上手。イメージを何回もこう体に染み込ませよう。妹がちょうどね、今ね、練習してた時だったので、経験者だわ。これ戻す作業が一番大変だ。これをなんかこうやってやるの、ここまっすぐにした方がいいよね。そう、なるほど。もう一回持ちますか。もう一回持ってあげて。いきますよ、せーの、うーぱーるー。いい感じ、直線、いい感じ、直線してみます。近
をこの。あ、そう、緩くしてみよう次。せー軽めで軽めね。うーぱー下がったの、下がっちゃって下がい前だよ前。なんかでも今持ってて、はい、すっごいこっちに傾いてたのね。あーはい。だからなんどうすればいいの、癖なんだねこっちに。うん、多分ね、こっち。しかも右から踏むから余計こっちに傾いてる。あ、右に踏んだ時にこう投げすぎちゃうのかな。そう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 。だから手はこう左なんだよ。手を左にして右みたいな。はい、こう、なかなかううってことだよね。うん、そうそうそう。いくよ。はい。せーの。うーぱーるー。おお。どうだった？どうだった？いやでも今割と話してましたよ。お手はお。いいねいいね。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。いい傾向。アシスタントチーム。オッケー。左重心ね。はい。いきます。せーの。うーぱーるーぱー。どう？どう？いやでもやっぱり本当にこっちなんか、こいだ時にすぐこうやってなっちゃいます。こう。カーブしちゃう。じゃあ行こう。はい。こっちから。だんだん怖くなくなってきた？いや、怖さは軽減されてきました。じゃあ一回さ、森立ちなしでさ、一人で一回やってごらんよ。はい、はい、そうだ。そっから。どんくらい上達したから。せーの。あ、待って、ちょ、少々待って。せーの。うーん。おっ！うーん！あれ？これいけた？絶対いけたでしょ。え？よ、これ。はい。ウーパールーパー。はい。いきますよ。せーの。うーパールーパー。できた！すごい！できたよ。あれは？カーブは？カーブは？あ、カーブは？難しいかな。私カーブで挫折したんですよ。そうなの。早く行けよ。ギリギリボーリングチャレンジ。イエーイ。さあ、アイドルはまあ力加減、それはどんな時でも大切です。まあ、推測する能力、さらにこういろんな意味でね、こう距離感も重要ですから、あ、まあ、ここに今ピンがね、ボーリングのピンが並んでおります。うんうん、で、まあ、このピンにこうボールをまあ向かってこう投げるわけじゃない？はいはい、当ててもダメ。はい、通り過ぎてもダメ、はい。ギリギリのところで止めてください。はい、ボールをね。難しい。まあ、これ桃地先輩が書かれていますから、桃地先輩スルーする。桃地先輩にぶつける持ってのほかですから。確かに。さあ、その距離感をこれからこうどんどん縮めて、その距離を測っていきたいと思います。はい、1人2回まで挑戦できますので、じゃあここにボールがいっぱいあるから、そのフラフープの中から投げてください。はい、はい、さあ、じゃあ誰からいきますか。はい、はい、じゃあ森こち、はい、どうぞ。じゃあ無難に、あ、やっぱ大きいの、それでいきますか。それでいきます。いいですよね、この座って。はい、いいですよ。第一投どうぞ。いきます。あ、ぶつけてスルーしたね、これ。うわー、いいんですか、あ、ぶつか、悲しいな。ごめんなさい、もう先輩、切ないな。痛い。いいよ、次第2投、最後のチャレンジですからね。うん、いいね。あ、いいよ、いいよ。あ、これさ、曲がってないですか。あ、これ曲がってないですか。記録なし。さあ、続いての方。はい、曲がってるよこれ。絶対やせえな。はい、フラちゃんどうぞ。はい、メンバーカラーの黄色で、はい、行きます。第一投。圧が。はい、第2投。野球のボールでいきます。はい、あ、いいんじゃない？いいよ。あ、やっぱ下かになってんだよ、多分。あ、ちょっと、ちょっと、これ。ここからハイテク 2.06 2.06 初めて記録に残ったからね。嬉しい、やったね。はい、
続いて、はい、第一投。ももち先輩、おはようございます。あれれれれ。絶妙な距離でするってことですよ。これ私だから。そうね、そうね、大事。ぶつかったんだね。先輩、こんばんは。あ、あ、いいじゃない。あ、やっと。あー。はい、記録なし。難しいな。難しいですね。気持ちは急品なんだけど。今、イサちゃん、私の挨拶を無視したってことですね。そうですね。避けましたね。避けましたね。なかなかの状況。はい、続いて。はい。はい、ヤナミ。ヤナが行きます。私、じゃあ第一投はこの緑でやります。はい、お願いします。ももち先輩、今日もお美しいです。あれ、いい感じ。あ、上手。あー、やばい。あれ、あれ、戻ってよかった。あれ、あれ、この子さ、そんな色だけ、色だけ、色だけ。でもいい感じ。いけ、いや、上手だわ。いい感じ。お、いい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 よ、いいよ、いいよ。いや、上手。うまい。一番近いかも。それではいいね、いいね。測定近いんじゃない。近い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 。これは近いね。お、きた。 1.602。 悔しい、悔しい。じゃあ第2投もこの調子で、はい、私絶対摩擦がかかるからこれは一番いいと思う。お、野球のボールが。歩きはまんまだね。いきます。おもち先輩、お肌がツルツルですね。あ、あ、あ、あれ、あ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 、くそ。あー、惜しい。惜しかった。ある意味近いわ。でも思いは伝わったと思います。いや、惜しかったね。いや、惜しかった。素敵。惜しい。さあ、じゃあ最後まいちゃんかな。はい、どうしようかな。じゃあまずはこの緑のボールでいきます。はい、どうぞ。第一投。お、あー、測定入ります。この子、はい、さ、くるくるしちゃって分かんないね、この子。はい、 0.977。 すごい。ということで、つまりこの時点で小関舞さん優勝です。すごい、おめでとうございます。2冠です。めっちゃいい。やばい、強いね、舞ちゃん。2冠です。おめでとうございます。ギリギリパラシュートチャレンジ。イエーイ。さあ、今から飛んでくるこのパラシュートを、まあ、キャッチした人が勝ちというゲームなんですけれども、はい、まあね、緊急事態っていうのはいつどこで起こるか分かりません、はい、もしかしたらこのライブ中にマイクが飛んでってしまったら絶対にもうキャッチしなきゃいけないわけでしょ、はいはいはい、そういう、まあ、危険に備えて瞬発力をね、しっかり今から鍛えておこうというゲームになっています、はいはい、まあ、パラシュートで、まあ、この降りてくる人、はい、この人をね、無事にキャッチして優しく声をかけてあげてください、はいはい、さあ、それではじゃあ私はここから投げるから、じゃあみんな後ろ向いて。後ろ、はい、そう、はい、で、私がはいって言ったら振り向いてこれをキャッチしてね。はい、はい、それではいきます。第1回戦、はい。どっちが助けたい気持ちが強いか。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、勝った。はい、じゃあ森田さん、はい、勝ち抜けです、はい、それでは第2回戦。あ、大丈夫。はい。すごい。大丈夫、もう私がついてるよ。OK。続いて、あの、私が5秒後に投げるので、今から
3回回ってください。5、4、3、2、1、ほい。それでは今から私10秒後に投げますので、セクシーポーズ5つ、5、9、8、7、5、4、3、2、1、0、はい。もう安心して、はい、はい、ありがとうございます、はい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 、以上です。さあということで優勝は森田さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。ギリギリ表面張力チャレンジ。アイドルタルトもやっぱり集中力っていうのはとっても大事なんですね。なので今からここにいっぱいにこう水が張ったグラスがあります。そこに一人ずつこうコインをですね置いていって、まあ、こぼれないように置いていくということになっています。まあ、もちろんこぼした人がビリ最下位で、はい、その前の人が優勝者となります、はい、1回勝負ですので、はいはい、これ順番とっても大切です、はい、まあ、早くやった方がね、そりゃ水かさが増えないからいいと思いきや、まあ、そこで一発目でアウトっていうこともありますから、確かにとっても重要ですね。それでは並び替えどうぞ、お好きな順番で、これどうしよう、どうする、どうする、どういく、5、4、3、2、1、いいですかこれで、はい、じゃあリサちゃんが失敗したらまいちゃんの勝ちっていうことになりますからね、はい、さあそれでは水漏れはないです。はい、それではまずリサちゃんどうぞ。怖い、いや結構結構ギリギリ入ってる。ギリギリないっていう、本当に本当だ、あ、いい、入れて、いいよ、あー、怖い、はい、柳川さん、怖いよ、あー、これやばいよ、大丈夫かな、まだまだいけそう、でも、いきます、はい、OK です、はい、船木さん、いきます、OK です。はい、おまきさん、結構まだ行けそうだね、うん、はい、2周目からコイン2個以上 OK、 あ、3個で好きな数やっていいですよ。いや、3枚いくよ、やだ、やだ、これってさ、こうやって置いたら浮いたりしないのかな。浮く場合もあると思いますよ、全然。本当ですか、軽いんで。やだそれ、やだ、しないで。はい、1枚、2枚、うわ、浮かす気ですね、この人。来たよ、来たよ、やめよ、やめよ、普通に行こう、普通に、はい、はい、堀さん、何枚いきますか。私がこぼしたらどうなります、ね、いや、リサちゃんが勝ち、リサちゃん勝ち、なるほど。でも次の人にこうピンチさせるために3枚入れるのは、3で3したらキサキちゃん勝つわけだから、はい、どうぞ、いきます、やばい、うわー、入った、待って、やばい、これ水が揺れる、そろそろやばいよね、でもまだいける気がする、でもたっぷっくり、そうだね、わかるわかる、はい、OK です。
なら見るかどうか。田中さん、何枚いきますか？2枚、2枚。はい、どうぞ。怖い目。なんかヤナミン怖いんだけど。ヤナミンはちょっと切っちゃった。よし。はい、オッケーです。皆さん何枚いきますか？3枚で。3枚、はい、どうぞ。いくねー。よし。でもそろそろプルプルなってきてる。ちょっと怖いぞ。確かになんかまだいけそうな感じする。はーい。やばいちゃんに入っちゃうから。はい、山木さん、名前。1位、はい、どうぞ。ビューギーですね。ビビりますね。いいですね。一だよね。いいの？いいんだね。いいんだ。揺るがない。いいですね。一枚で。いやー、一でしょう。はい、じゃあどうぞ。一でしょう。いきまーす。一、はい、枚で。一枚ですか？はい、どうぞ。みんな一になってきちゃった。身長差を、この見てるわけだから。一枚ってない。身長差を。もうダメだわ、ちょっと待って。よし、もうダメだわ。2で、2行きます。2で、2行って、2で、はい、2で、どうぞ。はい、いいよ、ふなちゃん。チャレンジ精神も大事。ふなちゃん、やめて。可愛い顔してください。すごい、すごい、すごい、すごい。ふなちゃん、チャレンジャーだもん。まいちゃん、まいちゃん何枚ですか？私にさ、なんか2枚、1枚だろって言っときながら、うん、いや、1枚はないよね、うん、1枚じゃないでしょ。それも勝負のうちだから1で。弱気だな。ちょっと、あともうだんだんこんなに。いや、怖いわ。やばい。怖い、ちょっと怖い、怖い。みんな見てるよ。いや、みんな見るでしょ。何枚いきますか？1で1で1で。うわ、最初に3枚なんて入れなきゃよかったわ。手が震え始めた。あ、こんなに回ると思わなかった。確かにされました。